Hi everyone, nice to meet you. My name is Ananya.、今日はちょっと自己紹介をしていきたいと思います、私はですね、インド出身のアメリカ人で、日本語を7年間独学で勉強しています。もともとですね、インド生まれなんですけど、もうすぐアメリカに引っ越してきたので、もうずっとカリフォルニア州に住んでいます。で、今は大学4年生で、UC バークレーのハースビジネススクールでビジネスを勉強しています。そして言語の話だとですね、あの英語、日本語、そしてもう一つ母国語のテルグ語という南インドの言語もできます。それで、なんで日本語を勉強してるのって、もしかしたら気になってるかもしれないんですけど、まあ気になってなくても私は答えますよ、日本が好きだからです。もうそうですね、もう昔から日本に行ってみたいとか、いろんな人と話してみたいなっていうのがずっと自分の中であって、で、実際日本語を勉強し始めたら、もうものすごく楽しくて、で、日本に対する熱心がもうどん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 強くなってたので、もうそれで実際日本に行ってみて、一回旅行で行ったんですけど、あといろんな人と話してみて、もう本当に日本語勉強してよかったなって思いましたね。まあそれでいろんな風に関わりがあってすごく楽しいです。まあまだまだいっぱい話せることがあるんですけど、自己紹介はここで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございます。まあこれからも YouTube やっていこうと思ってるので、よかったら見てください。それでは。